シャツなんかです。今回はこちらオプションの方でね、ちょっと感度の方をね7まで下げて、ちょっと低感度の方でねやっていきたいと思います。ドミネーション、やっぱね低感度プレイヤーっていうとね、なかなか強い人が多いってわけじゃないですか。僕のね大好きなマーコブ J もね、かの有名なマーコブ J も低感度でやっていらっしゃるので、僕もちょっと低感度でやればまともに M できるんじゃないかっていうね、今回はそういうねちょっと企画になっております。できるかな、どうでしょうね、ちょっとね気になるね。低感度でね、あのまあこう実まあね実質いいことになるっていうと、まあ何がいいかっつうと、まあとりあえず精密なね、あの狙いが定められますよというところと、なんかあのちょっとなんかパンって跳ねた時のなんか戻る、なんだろうな、あ今 M ブレたっていう時にすぐさまこうね戻しが効くっていうのは低感度ならではのいいところなのかもしれないですね。さてと、おおマジか、ちょっと今の味方さん来てくれてたらよかったんだけど、スモークがないとね、ドミネーション、野良のドミネーションはなかなかね、あの合図がないので、そこでね集まりづらいんですよ。だからタクよ私は。ちょっと待って、これいらないな。正直ピュリファイヤーじゃない方がいい。あでもピュリファイヤーでもいっちゃいいか、いっちゃいいんだけどね。さあ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 、取れんかな。ちょっとね敵が多分周期的に敵が来ると思うんで、この周期は敵が来る周期だと僕は思ってるので、よしサイス。ちょっと待って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 、うわーダメか、やっぱ被弾してたらダメだね。ちょっと燃やしますか。燃やせるかな、ラジコンで。おなんか破壊されたか、いや死んだな、あれは死んだ。よしよし、なんかあれだね、チャーリーの方に行ってる気がする。はい、オッケー、よしよしよし。さあこっから来るんじゃないの。あ来なかった。おお来てる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 。オッケー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 。ピュリファイヤーピュリファイヤーピュリファイヤーのいいところはね、こうやって長持ちするんですね。だからキルストンっていうか、あのスペシャリストの中でもなかなかね、こうなんだろう、連続キルがなんか望めるやつですよね。さあ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 、低感度割といいかもしんないな、これ使い勝手が。僕ね銃でやってるんで、普段はねなんだろう、振り向き、この振り向きの速度がおおちょっと遅くなるんだけど、コンバインみたいなところだったらワンチャン、ワンチャンっていうかそこら辺は問題ないかもしれないね。うん、割とやりやすいよこれ。いや低感度か、もうね僕が高感度にする理由っていうのは、振り向きたい時にこうやってよいしょってなっちゃう時に、やっぱすぐ振り向けないとちょっとなんかモヤモヤが残るみたいなところがあったんですけど、そうだね今やっててそんなにモヤモヤしないし、普通になんかね振り向く必要がある時ってあんまないなって思ったりするんですけどね。まあちょっと積もうしんですよ。だからもうね突っ込んだら突っ込みっぱなし、引くことはないみたいな、そういう感じの戦い方だったらいいのかもしれないね。さあこれどうなんだろう、なんかすごいリスポンが荒れてるんだけど、これ敵のだよね敵のなんだよなこれ。おー危ない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 、ダメか、これあれだな、やっぱ打ちっぱなしの方がいいね。どこだサイス、なんだなんだ、全員アシストか、しょっぱいですね。オッケーオッケー。でもね飛ぶ敵を狙う時がちょっとあれかもしんない、ちょっと際どいというか、なんか不安残るかもしんない。あいたなあれ、あーこれちょっと間に合わないな、ごめんよ味方さんにパスだわ。なかなかね覗きっぱなしのこの移動のあれがちょっと気になるところかな。でもそれ以外だったらうんちょうどいいかも、あの歩きだったらちょうどいい。なんか使ってて飛んでる敵を狙うときはちょっとね、あ、早いって思うことはあるんだけど、まだまだ大丈夫だね。目の前で捕らえたらいけるな、これ。危な。よし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 。なんかジャンプが、なんか知らないけど、ジャンプが多い気がする。うわー、マジか。そうか、足りない移動速度をジャンプで補おうとするのか。あー、なるほどね。やっぱりスティック 100% 使えるっていうのがね、利点の一つとして挙げられると思うんですけど、よしよし。そこがいいのかな。火の壁つって火の、あいけなかったか。いやー低感度か、低感度、もっと低感度はちょっと実用的にあれなんですけど、6とか5とかじゃない、いけても。もっと遅くしてみるか、ちょっと5とか。いやすっげえ遅いこれやばいわ、ちょっと待って。あでもまあ普
普通に敵を捉えて狙えてることは狙えてるから、あーすごいなこれ、ゴーやばい、ゴーやばいねこれ。あーでも狙いやすさはでも近距離ばっかなんだよね、さっきから狙ってんの。これ遠距離狙いたいんだけどね、こっちか。あっ危ねえ、ギリ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 なんとかなるんだよな。よしよし取ろうか、よしよし最後に最後に OK。 さあここで生き残ろうぜ、怖いからね。 OK。 いやーあともうちょっとで1000レベやん、ほんとあともうちょっとで1000レベも近づく中、感度をこうやってごちゃごちゃ変えるこのね、なんとも言えないなんだろうな、挙動不審じゃないんだけどさ、どうなんだろう、みんな感度はどれぐらいでやってるんだろうね、みんなの感度が知りたい。そうあんまりアンケートとかではちょっとばらつきがあると思うからなかなか取れないんだけど、みんなの感度ってどれぐらい、最高感度でやってる人は主に何を使ってますか。 SMG とか AR とか SR とかいろいろあると思うんですけど、なんか SR 使う人はやっぱ感度がね高いイメージが僕の中であるんですよ。なんでかっていうと SR だと覗いた時の感度がね今まで従来だとかなり遅かったので、それ対策に感度遅めにしてるって人はね、まあ僕はそうだったんですけど、うん、どうなんだろう、今ただ浮いて死んだだけなんだけど本当に。いや5はやばいな、さすがにこれ5はやばいかもしんないよ、ほんとギリギリさ腰ダメでついていくようなもんだからさ、覗きながらエムするっていう概念を消さなくてはいけないかもしんない。いたじゃんいたじゃん、あぶね、2キルゲット、怖っ、ちょっと逃げよう、ブラボー取られてる、待てよ、サイスゲット、いいじゃん、サイスこそ、サイスこそ、オッケー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 、どう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 、上に来る、上から来る、あーダメだこれ、サイスの覗いた時のなんか感度の遅さが半端ないから、これ結構難しいかもしんない。これはどうだろう、サイスなんだよな結構遅いのって。感度後はちょっとさすがにちょっと行き過ぎな感じがするけどね。まあでも戦えないことはないか、戦えないことはないな、これよいしょ、なんかもうそのまま突っ込んでいいかな。そうあそこら辺の人とかと戦いたかったんだけどね、距離的に。おいいねいいね、あいいねいいね、もう普通になんかあれだな、あいるいる、え待って待って待って、あ後ろ振り向くの遅い、やっぱこういう時か、なんかあんまりとつりづらいよね、なんかくるって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 感じじゃないからさ、んーよいしょみたいな、そんなところはやっぱり気がかりになるかもしれないね。どうしよう、ちょっと待って、あそこのブラボーにさセントリーガンがあるから取りづらいからリス反転させよっか、これその方が良さげかも。あらちょっと敵が取ってる、とりあえず妨害だけはしとこう。オッケーオッケー。おお待って、ああダメか。なるほどね。これね、5はちょっとあれだから、じゃあ6でやってみようかな。ベストな感度を探す。別に僕が7さん好きだからって7でやる必要はないと思うんだけど、もしかしたらもっと速くてもいいかもしれないしね。うん。正直まだなんかコンバインっていうステージに甘えてる気がすごいするんだよな、これやってると。なんだなんだ。どこだ敵が、え待って待って、これはやばいわ、やばいやばいやばい、これは無理これは無理、あー後ろになった時ちょっとマジマジでわからんようになるわこれ。チャリ取りますよ、あブラボーだった、やべ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 、オッケー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 、倒したけどチャーリーから来るとは思わなかったな、そっちから来るか、なんかあれだね、ブラボー取らない取らない儀式でも始めてんのかなって思うぐらいブラボー取ってないんだけど、オッケー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 、ちょっと待てよ待てよ、ちょっと待てよ、これで123、はい、よし3キルした、十分十分、アルファアルファアルファ、ほっ、どうだろうこれ視点的には、まあ僕は基本的に好感度でも滑らかな感じでね動かすプレイヤーなので、カクカクってなんかまあ人によりきりだけど、ススススって僕みたいにこう動かす人と、すごいカクついた感じでエイムする人とね、2つパターンがあると思うんだけど、僕珍しい方なんですよね、多分珍しいのかな、わかんないけど、なんかそれで何回か言われたことあるんでね。えどれぐらいがいいんだろうね、
みんなどれくらいの感度でやってるんだろう、ほんと気になりますね。特に僕はドミネーションやるからな、高感度でやってた方が。おお、いいね、これは素晴らしいけど4連まではいかないんだな。舐め回すように炎を、よし、当てる、完璧。私はね、敵、何よりも敵を求めて。よっしゃ、危ねえ、うー、怖いね。ここどうしよっかな、来るなこれ。オッケー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 、このオッケー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 、おお、待て待て、よしよしよし、結構ピューリファイアやってる、いいね、素晴らしい。さあちょっとここに来ると思った、もう一人いるでしょ。あ、いないね、これ突っ込める。ちょ、待って待って待って、強化戦闘で行け、威圧感すげえから。君は、もし強化セントリーなんやかんやキルしてる味方もこっち向けておいてんだけど、グイだこれ。よいしょ、いいね、素晴らしい。どうなんだろう、感度って考えたこともあんまないんだけど、でもね、 AW やってる頃はあれ加速が強すぎるんで、もうなんかどうしようってね、一周回って感度低くしたこともあるんですけど、 EO3 はそんななんか感度下げてやったことないんで、いまいちわかんないんですよね、ベストの感度、感度みたいなね。あ、でもちょっとやりやすいかもな、6ちょっとやりやすい。あのね、やっぱ遠距離打つときに安定するね、これは。すごいことになってんなこれこれえぐいな、ちょっと待って待って、セントリーガンここに2方向置いてるから、あっち無限リストしてんのいやー、えぐいな、あれ水路からリスポーンするぞ、多分これ、多分経験上水路だと思ったんだけど、水路にも味方いるんだ。じゃあどこからリスポンスするんだこれ。お、終わった。というわけで今回はこんな感じでね、ベースパーって BMVMP か使ってみたんですけど、どうでしたかね皆さん。ちょっと感度についてのお話なんですけど、僕はね、感度は今6でやって、まあまあまあ7でもいいかな、7でもいいし、それ以上やってないんであれなんですけど、まあ反転のバンパージャンパータクティカルなんですけど、ちょっと1000レベルでね、ちょっとあれですね、何か やってないやつ、久々のやつ、ちょっとあれやりますか、ちょっとご期待ください。はい、僕の久々のあれです。はい、というわけで今回はこんな感じで VMP で低感度をやってまいりました。結論はね、5から上の方がいい、6、7、8ぐらいがいいかもしれないですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。